雨降る御堂筋なめこ&ダンボールなめこのボールなめこ日本花キーン。あーすごい、ありがとうございます。うふうふう、 DNA をご覧の皆さん、夏休みを過ごした方も、夏休みなんてなかったという方も1週間お疲れ様でした。そして BNN 公開収録大阪会場にお集まりの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。すごい、はい、お相手はいつも夫婦みんなのヒーローなめこさんと、頭脳はダンボール、体は35歳ダンボールなめこが花金の夜をうふっと楽しくする30分、なめこ&ダンボールなめこのボールなめこ日本花金。今日も最後までお付き合いください。本日のスペシャルアシスタントはなんと金のなめたまごさんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ボールなめこ日本花金では、花金リスナーからのコメント、チャット、ツイッターでのご参加大歓迎です。どんどん書き込み投稿お願いします。番組ハッシュタグは BNN です。チャットは YouTube へのログインが必要です。さあ、前回に引き続き今回もクラウドファンディングなめこ大図鑑観光プロジェクトね、図鑑がここにありますが、のリターン特典であるスペシャルイベント BNN 公開収録の模様をお届けします。今回は大阪にありますアクア堂島 NBF タワーからクラファン支援者の方々と一緒にこの収録を行っております。でちょっと先にあの皆さんにご説明しましたが、大阪会場、実はあの B ワークスが入居しているビルの、貸し会議室スペースをお借りして今回放送を行っております。はい、なめこさんも関西事業部に来たの初めてですね。はい、もう10年以上 BWORKS におりましたが、初めて関西事業部に足を踏み入れたということでした。はい、この大図鑑ですね、クラウドファンディングの募集はすでに終了しており、プロジェクトのリターン品の発送も完了しております。改めてご支援いただいた会場の皆様、そして、全国の皆様、本当にありがとうございました。私はね、去年のポップアップショップのお店番で大阪来ておりますが、なめこさんはあの、まあ、BWORKS の関西事業部来るのは初めてだけど、大阪に来るのは6年ぶりだそうです。アベノでやったなめこの5周年イベントの時に来たのだけど、覚えてる？覚えてる？お久しぶりですと申しております。はい、どうですか大阪は。やっぱすっきゃねーんやっぱすっきゃねーんですか。はい、ありがとうございます。はい、なめこさん、皆様とお会いできることを楽しみにしていたようです。さあ、あの会場には今日50名ぐらいのお客さんに来ていただいていますが、これからね、放送を行っていただくにあたり、なめこさんと皆様の心を一つにするために、まずはゲームに挑戦していただこうと思います。どう？まだ何も言ってないからね。はい、ね、1つにするってことで、はい、題して振っていいとも50分の1アンケート。なめこさんにはお客さんの中に、1人だけ当てはまりそうなことをなめこさんに考えてもらいます。で、皆様にそれをお見せしますので、当てはまるよという方は手を挙げていただければと思います。で、当てはまる方が1人だけだったら、会場の皆さん全員に、素敵なプレゼントをご用意しておりますので、だから頑張って手を挙げなくても大丈夫です。1人だけだったらもらえますからね。欲しいがために全員で50人全員手を挙げちゃったらもらえないので、そこだけご注意ください。さあ、ではなめこさん、質問考えた？シンキングタイムいる？いらん？いきなり、じゃあ行ってみましょう。はい、じゃあちょっと
なんだろうね、50分の1ですかね、1人だけ。なんだろう、はい、できらん、できらん、ありがとうございます。はい、これは、あ、こういうことかな。はい、たこ焼きの中になめこを入れたことがあるよということですかね。たこ焼きじゃなくてなめこ焼きってこと。たこ焼き入ってても OK。 じゃあ、たこ焼きの中になめこを入れたことがある人いますか。いない。今誰かが一人手を挙げたら、みんな正直者ですね。ゼロ。たこ焼きの中になめこ入れたことがある人はゼロ。ちょっともう一個ぐらい行こう、ね、ちなみにこれ東京で別の質問したときは二人手が上がっちゃって、結局それもダメだったんだよね。ああ、はいはいはい。お好み焼きの中になめこ入れたことがある人、挙手。いない。はい、本当に皆さん正直者だったので、ありがとうございます。ゼロということでした。残念。一つにならなかったですね、心がね。まあ、じゃあこれから。これから頑張っていただきましょう。はい、一回キャップしましょう。はい、では残念ながら素敵なプレゼントはなしということで、はい、ではね、会場の皆さんと長岡さんの緊張をほぐれたところで、花金リスナー同士の絆を深めるべく、フライデーナイトと、サタデーアフタヌーンを盛り上げる、アフタヌーンじゃないじゃん、サタデーモーニングですよね。はい、サタデーモーニングを盛り上げる花金テーマを発表いたします。今回の花金テーマはこちら、じゃじゃん、なめこ大図鑑マニアッククイズ、出ております。はい、じゃあテーマの説明をお願いいたします。はい、なめこ栽培キット10周年を記念し、なめこ全1101章完全収録したなめこ大図鑑、その制作に携わったスタッフが総力を挙げて大図鑑やプロジェクトに関する超マニアックなクイズを出題します。クイズは全部で10問、正解数が多い方が勝ちとなります。図鑑を企画したダンボールなめこさんと図鑑に収録されたなめこさんなら当然全問正解ですよね。今回の花金テーマはなめこ栽培キットデラックス極みの BGM 栽培日和に乗せてお送りします。頑張ってください。はい、なめこ大図鑑マニアッククイズ、実はね、東京会場でもこちらのクイズやりまして、その時は旦那めが6問正解で、なめこさんは 2.5 問正解でした。覚えてます？2.5 問だったんですよ。おまけで 0.5 点つけてもらって、はい、で大阪会場ではもちろん別の問題出します。ね、この大阪の台本の確認してるときに、なめこの監修をしてる河合先生が、問題ぐらい変えてあげてよねって言ってたんですけど、問題は変えるに決まってますので何を言っとるんだっていうね、もう私は感じましたが、はい、なめこさんどうですか今回は。聞きます？頑張ります。はい、頑張ってくれるそうです。で、今日会場の皆さんにも、何、回答用紙ですか？そうです。はい、お配りしていて、鉛筆もありますので、ぜひ一緒に挑戦していただければと思います。で、こちらは別に全問正解しても何か商品があるというわけではありませんので、そこだけご了承ください。なので、旦那め6問正解が今のところマックス。東京も6問正解のお客さんはいなかったですよね、多分。はい、うん。3、4問ぐらいがマックスだったと思いますので、ぜひ。優勝を目指して頑張ってください。はい、では早速いきましょう。なめこ大図鑑マニアッククイズ第1問。今回のプロジェクトでご支援者様がお一人だった都道府県があります。ズバリ何県でしょう？支援者が一人だった都道府県がある。はい、支援者様が
あ、キャップ取り。はい、支援者一人だった。はい。これノーヒント。ノーヒントですけれども、ちょっとプチ情報としては、はい、今回ご支援が全くなかった件はありませんでした。おお。え、これもしかして複数ある？複数はないです。あ、じゃあ一つだけなんだ。はい。一つだけ一人いたんだ。そうです。ヒントが欲しかったら言ってください。いる？ヒント。なし？なしで、はい。でも筆は進んでないですけどね。考えてんだよね。いや、だからさっきヒントがあった気がするんだよ。いや、あるんですよ。ヒントは。いや、違うな。え、なめこも書いた。はい、書きました、旦那メモ。では、なめこさんから富山県。なめこさんは富山県。そして、旦那メは佐賀県。では正解をお願いします。佐賀県。おお。よくわかりました。さっき会場でどこから来たかを聞いたときに、はいはい、長崎、大分いたんですよ。はいはい、でそので鹿児島って言ったんだけど、はい、僕自分で佐賀県言わなかったんですよ。なるほど。ってことは佐賀県じゃないかって頭。あんまりね、佐賀県のことをとやかく言うつもりはないんですけど、はい、そうそうそう、正解です、見事。あ、ちなみに2人の県とかあるんですか？お二人はいなくて、3名で山梨県。おお、山梨、はい、で次が6名で島根県と鹿児島県が。あー、なるほど、はい、すごい当たった。はい、マジでびっくりしました。はい、はい、では行きましょう。第2問。ナメコ大図鑑の花切れは何色でしょう？花切れって言うんだ。はい、ここのことを花切れって言うんですけど、ちょっとね、これ見えそうなんで一回こうしますね。見えるか。はい、そうしといてください。はい、これはだから実際のナメコ大図鑑の絵ではない、写真ではないですよね。え、でも…わかんねえな。いや、俺もそう思ったんだけどね。はい、じゃあ、いいですか。なめこさん、えんじ色。旦那め、緑。正解をお願いします。緑。おお。え、なんかこれは解説ございますでしょうか。解説というか、図鑑のですね、見返しと言われる、こう表紙を開いた部分もすごい緑色にして、これ？とてもはい、ポストのコントラストすごい気にして、うんうん、デザイナーさんが作ってくれてるもう、この緑と造形色っていうのですね。これ見える？淡い緑色というか、はい、そう、緑だったんで、見返しが緑だったんで、もしあえて問題にするならここのとのつながりを連想させるのかなって思って、緑にしました。ちょっと考えよすぎ、うん、で表紙はえんじ色なんです。で表紙と合わせるっていうあの発想は確かにありますよね。そうです、表紙と合わせてるのなんかそうだったしおりはい、糸のしおりはどうした、そういうことか。ここの糸のしおりはえんじ色で、でこの花切れは緑ということで、はい、なるほど、こだわりがあったんですね。こだわりが、なめこさんはそうだったというのはあれ、あの見返しの緑のことを言ってるのかな、ね、そうなんですよ、そんなこだわりがあったようです。はい、マニアックです。マニアックです、ね、はい、では第3問お願いします。図鑑の関東ページになめこデザイナー可愛いの書き下ろしイラストが掲載されていますが、空のなめこの宇宙なめこが持
っているものは何でしょう。なんか持ってたよ。持ってます。宇宙なめこが持っているもの、わかんねえな。ちなみに空のなめこの定義って、地上の空と宇宙の空っていう意味があるんだけど、宇宙なめこがいるのは宇宙の空っていう。全然わかんない。書いたけど。なめこはなんか。なめこさん頑張ってよ、ちょっと。あ、いや、まあ頑張ってんだよって言ってます。頑張ってんだよ、こっちとらって。はいはい、すいません。できらーって。はい、では第3問。関東企画ページで空のなめこの中で宇宙なめこが持っているものは、なめこさん、パラボラアンテナ。そして旦那目は光線銃。こちら正解あるんでしょうか。正解をお願いします。ブブーン。正解は旗です。旗、月面に旗を立てていた、はい、なるほど。そうか、全然分かんなかったな。でした。はい、では行きましょう。第4問。今からあるなめこの図鑑のテキストを読み上げます。何なめこのものでしょう。はい、お願いします。はい、読みます。うん。猛毒の水玉なめこの禁煙種。僕は毒キノコじゃないよと言っても信じてもらえない。こんなに美味しそうなのに。猛毒の水玉なめこの禁煙種。はい、水玉なめこなんていたっけ。そうそう、水玉なめこさんは発掘にも出てきてますね、確か。でもここは結構な大ヒントじゃないかなと思うんですよね。水玉なめこの禁煙種。でも毒キノコじゃないよってことは、毒キノコじゃないんだ。どうします。ちょっとなめこのこと知らなすぎじゃない。もう分かったよって人います。チャイニーこれ会場も誰も分かってないですよ。ちょっとヒント出しましょう。これ誰も分かんないっていうのはさすがに。そうですね、最初バラ書いてよ。俺は書きなよ。はい、じゃあ行きましょう。なめこさんはベニテングだけ。ベニテングなめこ。旦那目は島なめこ。さあ正解はあるんでしょうか。ブー、チェックなめこです。チェックなめこ。はい、チェックなめこですね。ワールドが初出アプリで。チェックか。分かんなかった。水玉なめこっている、出てくる。ここで嘘ついてる。はい、チェックなめこでした。あー
ちょっとね、大図鑑でもう一回ちょっと勉強し直さないといけないです。二人ともね。はい、では第5問。お願いします。今回のプロジェクトのご支援者数、ここ大阪は何番目に多かったでしょう？あれ、これってこの前東京でやんなかったっけ？東京でやったのは 3位を当てていただいたんですよ。あ、埼玉というのはもうお二方ともご存知のはずなので、はい、それ以外今大ヒントが出ましたね。3番目が埼玉だったそうです。そうです、前回のクイズ。まあ ここでしょう。3番目が埼玉、1位東京、はい、皆さん大丈夫ですか？はい、ではなめこさん、大阪が2位、支援者数2位が、大阪、そして旦那め支援者数は4位が大阪。さあ正解お願いします。はい、4番目、旦那めさん。頑張ってなめこ。これはね、ちょっと、あ、でも4位、そうか。はい、はい、解説お願いします。解説、1位3位は先ほどお伝えした通りなんですが、2位が神奈川、うん、4位が大阪、うん、5位が千葉、うん、6位が愛知、うん、7位が北海道。あ、へえ、北海道なんだ。それは結構意外だった。8位が茨城県と兵庫県が同率、はい、10位が福岡県。へえ、その中だと北海道は結構上位ですね。でも北海道って人口が多いんだ。あ、そうなんだ。人口が多い都道府県が上位に。そうですね。はい。なめこは全部1位だと思ってるからさ。で、ね、おい。人口の多い少ないではないよと、ね、みんなが応援してくれているそれぞれが1位ですよということですね。はい、ありがとうございます。では第6問お願いします。今から読む文章はマサルの図鑑テキストです。どのアプリのものでしょう？うん、マサルだけどどのアプリかを当てる。はい、読みます。これが一体何なのか、本当にそこに存在しているのか、確かなことは何もない。それが勝る。勝る。はい、これ分かったよって人いますか、会場？あ、一人手上がった。じゃあ後で聞こっかな。はい、いや、いや違うか。なめこできた？お、じゃあさっき手を挙げてくれた女の子、どこのアプリだと思いますか？うん、なめこの巣。はい、旦那めとなめこさんはネオ。じゃあ正解お願いします。なめこの巣。大正解。恥ずかしい、我々何をネオって。熟考した結果間違えて、しかも2人ともネオっていうね。なめこの巣、素晴らしい。素晴らしいです。なるほど。じゃあこれはもう見たまんまですね。ちなみにネオの説明文は、可愛いと不気味の中間に位置する生命体のようような、そうでないような、何か意思の疎通は不可能と思われる。あ、何かっていうのは一緒なんだね。そうです、うん。さあ混沌としてまいりました。そうですね。第7問。はい、なめこ大図鑑の表紙の用紙名と色名、
正しい組み合わせはどれでしょう。マニアックすぎやしませんか。はい、漢字1、料理照明シンク、2、MT 舗装り色名べき、3、料理色名バラ、4、NT 舗装り表紙の色、これですね。そうです、これです。箱じゃなくって、この本体の表紙のこのまあ色はこれエンジ色なのかなと思ったんですけど、エンジではないんですね、そもそもで。という色名ではない。はい、ちなみに紙の種類は今2種類しか出てないので、はい、まずどっちの紙の種類か。でも紙の種類別にヒントじゃないですよね、はい、もう全然どっちかというと 色名の方だと思うんですよ。そうですね、はい、じゃあちょっとあのもう一回、はい、あの問題の読みますよ、はい、シンク、ベニ、バラ、シュですね、はい、シュ、はい、はい、じゃあ長谷さん OK 答えです、はい、なめこさんは4番 NT 舗装り色名シュ、旦那目は、イオリ色名シンクで、だと思いました。さあ正解をお願いします。お、旦那さん正解。イオリ色名シンク。そうね、朱色じゃねえだろって思いません？朱色じゃないでしょこれ。はい。どっちかっていうと深い赤なのでシンクかなっていうふうに思いました。はい、こちら何か解説ございますでしょうか。表紙の色ですが、はい、初代のアプリアイコンの雰囲気に合わせてエンジ色を選んでくれています、うんうん、なるほど、はい、そういうことだったんだ、ね、箱押しが生きるような感じで高級感があるんですけれども、そこまでこうデコデコしていない紙を、なるほどね、はい、あ、そっか、紙自体がデコボコしちゃうと白押しの凹凸がで分かりづらくなっちゃうから、はい、割と平滑な紙になってますね、はい、確かに、そんなこだわりが、なるほど、なんか頑張って書いてます今週もまた一つ賢くなった、ね、日々成長ですからね、さあどんどん賢くなってしまいます、かわいいなめこが。さあ第8問お願いします。このシルエット何なめこでしょう。見える、これえなんだ、なんか昔の風刺画の成金の絵にお金燃やしてる人に見えるけど、あ、何を持ってるかっていうのは結構重要なポイントです。何だろう、これ分かったっていう人います？あ、分かった人がいる。あとで聞いてみましょう。全然分かんねえよ俺。はい、じゃあちなみに何なめこ豪華商品はないです。いよりのりなめこ、なめこさんはちなみにご祝儀なめこ、旦那目は黒子なめこ。さあ正解お願いします。のりか。はい。のり。ゲラを、あ、大豆かゲラを河合さんと一緒に見てたときに、はい、はいはい、何このなめこって言ってました、自分で書いたのに、はい、こんなのいたっけみたいな感じあー、焼く前ののりの色してますね。そうです、うん、収穫したてののりの色。ちなみに見分けるポイント何かありました？はいはい、あー、さすが1101種の小豆コンプリート者なのでさすがですね。そこまでいかないとのりなめこには気づけないっていうことも分かりました。河合さんが分かんないんだからね、もうほぼ誰も分かんないですよね。ありがとうございます。
じゃあ第9問。なめこ大図鑑観光プロジェクトのリターン品やストレッチゴールのアイテムで、ここ大阪から一番近くで作られたものは何でしょう？ん？一番距離が近い大阪？ここから？このどういうアクアホールから あ、ここのアクアホールから近い、はい、でも、もはや府内ってことだかな。府内では、大阪府内では あ、そうなんだ、はい、大図鑑、時計、クリアファイル、アクリルパネルで、色紙、はい、ルーペ、あとなんだ、シール、シールもありますね、ノート、あとはがき、はがき、わかんねえな、何書いた？はい、できました。じゃあ、なめこさんからいきましょう。なめこさんが T シャツ、あ、T シャツね、俺今日着てるわ、 T シャツ忘れてた。そして、ランダムクリアファイル、さあ正解お願いします。なめこ観察ノートでした。ちなみになめこ観察ノートどちらで？京都です。あ、京都で、あー、よろしいおすな。そうです、はい、ちなみに2番目に近いアイテムも京都なんですけど、はいはい、あの、マイキン新聞祝冊版。あー、マイキン新聞祝冊版は京都なんだ。全国つつうらうらで作られましたね、はい、そうです。じゃあ、古いませんね、古いませんね、はい、すいません、なんかこんな感じで。じゃあラスト、次がラスト、次がラストです。はい、じゃあ第10問お願いします。次の画像はなめこ大図鑑の84-85ページです。この空白部分のなめこは何なめこでしょう？はい、めくってもらって、はい、見える？なめこさん大丈夫、見えるか、大丈夫、これはデラックスの海洋の原木かなんか。そうです、でも、そうでも、あ、アイスちょっと細長い、あ、それはただレイアウトの問題か。そうです、あ、でも多分、あ、レイアウトの問題。あー、じゃあ俺分かった。お、はい、分かったっていうか、これかなって思ったっていうぐらい。東京ではこの問題に当たると10点っていう。ああじゃあこの問題に当たると100点大逆転のチャンス。すごい、力強く書いてますね。はい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 、じゃあ何の目からいきます。何の目は、なめこの烏帽子、そしてなめこさんはなめ昆布。正解はいるのでしょうか。正解お願いします。一角さん、一角さん、一角さん、なめこさん今回0点。はい、では、なめこさん0点ですが、結果発表。はい、もう一度なめこさんの正解数を大きな声でお願いします。何だめは？何だめさん5点で、何だめさんの勝利。4点、そうだよね、4点だよね、4点です、はい、ちなみに5問以上正解したよって人いますか？4問、 お、4問いる、すごい。
なめこに勝ったね。なめこがなんか今言い訳を書いてます。長文を書いてます。そんなに言いたいことある？図鑑じゃなくて大阪ガイドブック読みすぎた。そっちか。図鑑ね、ちゃんと予習しとけばこんなことにならなかったのに。さあ残念でした。では、旦那目サイコロ振らせていただきます。コロコロ、お3名、なのでなめこ非売品のベルティ詰め合わせをこの配信を見てる方の3名様にプレゼントします。プレゼントご希望の方はメールにペンネーム、プレゼント希望、番組の感想を明記して9月1日木曜までに送ってください。メールの宛先は info@bworksgames.com です。番組の概要欄にも記載しております。はい、というわけでなめこ大使館マニアッククイズは以上です。なめこ&ダンボールなめこのボールなめこ日本。たこ焼きに詳しいなめこだ。もう、ね、大阪のたこ焼き屋さんに関してはもうなめこさんに聞いてくれということなので、ちなみになんかあんのおすすめ、おすすめというかここ行きたいみたいなのは。早いね。本当にたこ焼きのことしか考えてなかったんだな。たこ焼きね。一個でいいんだけど。18番わなか花だこですか。大丈夫このラインナップで。皆さんお客さん押さえてる、押さえてるそうです。18番わなか花だこ、ここに行ったらなめこに会えるかもしれない。並んでるかもしれない、なめこが。はい、というわけでなめことダンボールなめこと金のなめ卵とアクア道島 NBA タワーにお集まりいただいた皆様でお送りしてきましたボールなめこ日本花金第22回放送もそろそろお別れのお時間となってしまいました。あいにくのお天気ではございましたが、皆様に元気をもらいながら晴れやかに楽しくやらせていただきました。なめこさんいかがでしたか。楽しかった、よかったよかった、ね、0点だったけど。さあ、なめこさんもね楽しく過ごせていただいたようでよかったです。この収録の配信予定日は8月19日ですけれども、ちょうど夏の甲子園のベスト4が決まる頃だそうです。あんま興味ない、俺は興味あるんだよ、ね。なので残り短い夏を、皆さん楽しくお過ごしください。次回の BNN の花金は9月2日金曜配信です。久しぶりに通常モードの BNN に戻ります。ずっとゲスト会が続いたりとか、公開収録の模様が続いておりましたので久しぶりに通常モードとなります。さあ番組では花金リスナーからのメールを大募集中です。身近な出来事やなめこダンボールなめこへの質問などお気軽にお送りください。メールの宛先は info@bworksgames.com です。この動画の概要欄には宛先記載しておりますのでふるってご応募ください。メールが採用された方には番組特製ステッカーをプレゼントいたします。そして番組の、高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。さあもうなんだかんだ楽しい時間あっという間に過ぎてしまって本当にお別れのお時間となってしまいました。なめこ&ダンボールなめこのボールなめこ日本花金、お相手はいつもみんなのヒーローなめこさんとダンボールなめこでした。またねー、ありがとう。はい、ちょっとたっぷりやっちゃいました。はい、お疲れ様でした。ということで、We'll be right back.
Thank you.